モルックダリル刻印記紹介。お笑い同盟ダリル。ダリルといえば海外ドラマウォーキングデッドで一番人気のキャラクターです。ウォーキングデッドスペース一番人気で検索したら必ずダリルが1位に選ばれます。主人公でもないのにセンターを取ってます。ですがシーズン1から出てるのにシーズン1のこの写真の中にはいません。なぜならシーズン1ではめちゃくちゃ嫌なやつやったからです。シーズン2からめちゃくちゃかっこよくなってきて一気に人気が出てきます。これがその頃のダリルです。まだ髪の毛が短い。そしてダリルといえばボーガン。そしてダリルといえばナイフ。そしてダリルといえばバイク。バイク、ボーガン、バイク、バイク、バイク、いろんな種類のバイクに乗ってます。そしてシーズン11終了後、ウォーキングデッドダリル・ディクソンというダリルのスピンオフ作品が U-NEXT で始まってます。今 U-NEXT でこれが見れます。ダリルの紹介はここまで。ここからは刻印機の紹介です。レーザー刻印機レーザーパッカー2、タイムセール 20% オフで112,000円。モルクボに刻印するのなら多機能電動台座付きを購入するべし。専用アプリを使うことで誰でも簡単にこのように刻印することができます。こういった斜めのものにも可能です。多機能電動台座を使えば円柱に刻印が可能。長いものにも可能です。さらに裏返すことで本体自体が移動する、まさに多機能電動台座ということで多機能電動台座を購入すべし。